曲がりや見えて銀河の花咲く遠野の里城跡に立ちて友の名呼べば風の噂南部はヤシの笛響き浮かれて急ぐ八幡の社友が自慢の祭り歌今は帰らない見たまう歌里の明かりが容疑者は渡る早瀬川ふるさとはるか遠野に日にかまた訪れんいつの日にかまたまた訪れんふるさとふるさとはるかふるさとふるさとはるか。歴史を誇る全国レコーディング歌謡祭通称レコ祭
作詞家作曲家の登竜門です。ささくれて騎馬立つ天のひらに乗せりゃ小さな作家になりたい、作品を全国発売したいという方は作品を六王に応募してください。一次審査を通過した作品にはオリジナルの楽曲がつきます。そして専属のボーカリストによってレコーディングが行われ作品が完成。レコ祭の作品部門六王にエントリーされます。最終審査の結果、全国デビュー採用審査で合格した作品は全国発売、カラオケ配信等がスタート。夢の作家デビューを果たします。六王に作品を応募したい方はこちらをクリック。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。